一市民のお嬢様として私たちと同じ歴史の日々を生き、同じ戦争の苦い体験を乗り越えてこられた美智子様、あなた様の笑顔はテレビを通じて日本中に広がり、ミッチーブームは最高潮に達したものでした。玉木春、命の旅に青を待たす、君にまみえむ明日の喜び。玉木春は命の枕言葉、ご結婚生活を命の旅と表現され、東宮様のもとへお上がりになる喜びを素直に歌い上げていらっしゃいます。美智子様、あなた様はこの25年、妻として、母として、そして皇太子妃として、大切なお役目を美しく果たしてこられたのです。ご長男の浩宮様も24歳、未来のお妃様のことも話題に上るようになりました。あなた様の銀婚式をお祝いして25人の方々とご一緒に思い出のアルバムをひも解いてみることにいたしましょう。ご留学なった浩宮様も、もうたくましく爽やかな青年に成長なさいましたね。あれから8ヶ月、オックスフォード大学のキャンパスをご案内になる浩宮様、親子水入らずの映像を衛星中継のテレビニュースで拝見いたしました。浩宮様のご成長の歴史はそのままあなた方ご夫妻の銀婚式への歴史でもありましょう。東京日本橋の日清製粉は美智子妃殿下のおじい様が創設された会社です。私たちは妃殿下の弟様にあたる正田治さんをお尋ねしました。お正月の3日ですか、これは毎年私ども家族御所の方にお招きをいただいて、皆様から両殿下の方に年末のご挨拶と、それから新年のご挨拶ということでお電話があったそうなんです。当然浩宮様はイギリスから見ての年末と年始のご挨拶、それは王権なる方ではこれは同じ日に着くわけなんで、同じ日に年末と年始のご挨拶をお受けになったということで、非常にその楽しそうにそういった話されておられたと覚えております。かなり茶目っ気たっぷりな、姉貴でしたから、人が集まってくるそういう感じだったと思いますし、確か中学校の時には私のその英語の家庭教師もやってもらったり、やっていただいたりした覚えがありますけども、その日が来たなという感じ。当時は私は高校生だったですから、
なかなか今振り返って感じるほど、その理解できなかったかと思いますが、まあ逆にこの点は年月が経つにつれて、いや本当にあの時の両親は大変だっただろうなという感じがいたしますですね。昨年12月23日、皇太子殿下50歳のお誕生日の会見で、25年のご結婚生活について、美智子を妻に選んで幸福だったとおっしゃられたと伺っております。美智子を妻に選んで幸福だった。東宮様のこの一言をとりわけ深く受け止めておられるのは美智子様でいらっしゃいますね。民間から皇室に入られて四半世紀、その道のりは決して平坦なものではなかったと拝察いたします。昨年の秋も深まった10月15日、三笠宮雅子様と浦仙家ご長男千正幸さんの結婚披露宴が東京のホテルオークラで華やかに執り行われました。おめでたいお席での美智子様と皇太子様、そのお心の中で浩宮様の未来のお妃はどんなお嬢様か、適齢期のご子息を持つお母様としてどうか良きご伴侶に恵まれるようにと祈られたのではないでしょうか。殿下は一つ一つを静かにご自分のご意思を通しながらね、時に耐え時に克服し時に改善をなさってね、今日の妃殿下におなりになったということがね、でそれをね支えていらしたのはやっぱり殿下のね深い妃殿下に対するご情愛と、それから寛容なね男としての寛容さだったんではないかなと思うんですよね。公式の場に出るお洋服に対しては非常に気をお使いになりました。感心しましたのは、例えば老人ホームにご訪問なさる時とか、あるいはそういう施設にご訪問なさるというようなことがに特に気を使われましてね、老人にはどういう色のものを着ていくとそのみんなを慰めることができるかとか、あるいはまあ孤児院ならば孤児院に行く時にはどんな色、明るい色がいいのか気を使われましてね、殿下の場合は相手がどういうふうに思ってくれるか、もうとにかくその相手のことばかりを考えました。美智子様、共に八十路の両陛下に代わり、今あなた方ご夫妻は日本の皇室を代表される存在でもいらっしゃいますね。東京港区の静かな住宅街高輪の一角に高松の宮邸があります。
高松宮信仁親王殿下は皇太子殿下のおじさまにあたられます。早いもんでもう25年になりますが、両殿下としては何かお祝いの何かし、この何かお差し上げになるのなるものでしょうか。それをねあげるんだよ。一人じゃなかなか難しいから、はい、四宮家でね、はい、連合して、はい、こう銀のお皿みたいなちっちゃなものをあげるわけ、はい、ご予算はいくらぐらいだったんでしょうか。まあ、ね、大雑把10万ぐらいのところじゃないかな。4件で分けてご結婚なすって25年、はい、ああやってこう立派なお子様も育てるになってきたって、はい、本当におめでたいと思うんですよ、はい。まあ、これからだと思いますね本当に、はい、その国のために皇太子様の光が輝くっていうのはね、はい、美智子妃殿下は随分お気を使いになってらっしゃるってことはよくわかります。ある日東宮御所でそのお花の会が東宮御所でしようとおっしゃる、はい、それで伺いましたら、そこにお庭の桜の木が枝が切ってあったんですよね、はい、この桜の枝を一枝そのいただかせていただけませんかと、はい、母に備えたいと思いますからってお願いいたしましたら、はい、どうぞ持ってお帰り遊ばせということで、はい、いただいて帰りました。そしたらそれから毎年花の命日頃になりますとその御所のお花の枝を送っていただいておりましてね、もう本当にお気を使いになるんだなと思って、はい、だからお痩せになるんじゃないかと思って、本当にでもありがたいことで、はい、お師匠らしいなと思っておりますけどもね。思い起こせば25年前、昭和34年4月10日、美智子様、あなた様は宮中賢所で皇太子様とご成婚の儀式を挙げられ、皇太子妃となられました。お二人がそれぞれご自分の意思によって選ばれたご結婚でした。あれから25年、今あなた様はどのようなお気持ちでこの年月を振り返られているのでしょう。美智子様のお印白樺、お二方の出会いは長く私たちの記憶にとどめられております。殿下がダブルスでどなたかとお見えになって、相手が正田美智子さんと外人の少年だったわけです。で、当時の正田美智子さん、今の美智子妃殿下、大変に粘り強い諦めない方なもんですから、打っても打っても帰ってくると、まあ、それで、大接戦をなさいましてですね、まあ、その時のその、まあ、テニスぶりというものが、殿下の印象に強くお残りになったんだと思います。例えば軽井沢で夏みんなでご飯を食べると、まあ、夜なんかですね、正田美智子さんも呼べないのかなっていうような話がですね、ポツッと出てきたわけです。で、私の親友が非常に親しくしてらっしゃったもんですから、彼に話しましてですね、おい連れてこいよと、まあ、これがまあ一つのスタートじゃないかと思います。当時お妃候補の噂が高かった元皇族のお姫様、皇族の娘さん、これ以外には候補の対象にならないと、
そういったあの考えがございましてね、あの噂されたのは北白川の宮の初子さん、これがまあ本命中の本命と、まずこれ以外にはないんではなかろうかと、そこでそのね外から眺めているだけではしょうがないから、一つその植木屋に化けてね、北白川家にそのね潜入しようではないかと、それはね本当に真面目に考えたことがあったんですよ。けれど皇太子様は美智子様を選ばれたのです。当時美智子様は平凡な幸せを願うご両親と皇太子様のご熱情の狭間で心を決めかねておいでのようでした。まあなかなかその殿下がご承諾にならないと、殿下が悩んでらっしゃった時にたまたま東宮御所で、どうしたらいいかというお話伺って、でまあそこで、殿下にそのお話申し上げたんですけどね、まあ、よくその世間で、何も持たなくていいよ、もう氷一つ持って来てくれと、あとは僕に任せてくれと、こういう言い方あるんだと、でそれが人の心って案外動かすもんじゃないかと、そうしましたらですね、まあ、そこは非常に殿下素直で、うん、それはいいのかもしれないねと電話を回しまして、15分か20分お話になられたと思うんですけどね、ドアが開きましてですね、電話を終わられて頬がまあ好調した感じで、まあ、とはいえその少しにこやかになってるんで、どうしましたって言ったら、いや君の言うそのまま言っちゃったよと、どうもあのすごく感じてまあね、くれたみたいなんだけどねと、でそれが大きなその決定的な瞬間だったんじゃないかと思います。電話でのプロポーズ、あなた様は最後のご返事を申し上げる時だけは殿下のお女神等ございましたとおっしゃったと伺っております。発表いたします。本日午前10時から開かれた皇室会議の辞を経て、皇太子秋篠親王殿下は長田秀三郎氏長女美智子嬢と婚約されることに決定いたしました。第一印象でどんなものですか。とても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。あのテニスをやりになったようでございますけども、小太子様とテニスはどちらが強いんですか。それは殿下の方がお強いございます。あのちょっと話が飛びますが、あの殿下のどういうところにあの魅力をお感じになっていらっしゃるか。とてもご誠実でご立派で心からご信頼申し上げご尊敬申し上げていかれる方だというところに魅力を感じたしまして、これからのですね、あのご婚約期間中をどのようにしてお過ごしたいですか。さあこれからのことは何でも殿下とご相談した上でいたしていきたいと思っておりますが、明るく自然に楽しく過ごせればと思います。また皆様にお助けいただいて、いつも少しでもより良い自分を作っていかれるよう一生懸命に修養を積んでいきたいと思っております。この年も押し詰まった12月27日、美智子様はご両親とともに初めて皇居をご訪問になっていらっしゃいます。
ご婚約の発表からご成婚までの4ヶ月余りは、美智子様、あなた様にとって心せわしい忙しい毎日だったことでしょう。各宮家にとってもそれは新しい時代の風の訪れのようでした。北白川家ではお妃候補に挙げられていた初子様がなんとなくほっとしていらっしゃるようにも見受けられました。母校精神では後輩たちがあなた様の明るく希望に燃えた笑顔に熱烈な拍手を送り、若い喜びを沸き立たせておりました。民間のご出身でカトリックの学校をご卒業の妃殿下、何もかもが初めてでございました。これまでの日本の皇室の歴史の中で、このように愛に彩られ、周りからの祝福を受けられたお妃選びがあったでしょうか。皇太子様への信頼と愛、それだけが美智子様、あなた様のお心を支えていたのでしょう。この翌日から美智子様は皇太子妃教育をお受けになったと聞いております。出身校と皇室との宗教の違い、伝統ある宮中のさまざまなしきたり、若く聡明な美智子様にもさぞ大変なお勉強だったことでしょう。耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。人はここに国体を保持し得て、重量なる何人し。昭和20年8月15日、皇太子様は疎開先のラジオで陛下の放送を聞かれたと伺っております。We hear that you named all the prince's classmates English names, and you named him Jimmy. What was his reaction? The reason I did this was because when I was a girl, we had a German teacher, German conversation teacher in school, and she mispronounced all our names, and we made her perfectly miserable by laughing. So I thought I would certainly mispronounce the Japanese names. That's why I gave them all American English names. All the boys accepted it. They looked a little surprised. When I began with the first one, A, you know, and the crown prince sat in the middle of the class. So by the time I got to him, it was a J. When I got to the crown prince, I said,
in this class, your name is Jimmy. And he didn't quite understand at first. And he said, no, I am Prince. And I said, yes, you are Crown Prince Akihito. But in this class, your name is Jimmy. And then he nodded and accepted. And that was all right. And I didn't call him that outside of class. で、あなたの名前はジミーですっていうふうにおっしゃったんですね。で、皇太子さん憤然としてね、私は明人だとか、私はプリンスであるっていうことをね、立ち上がってね、おっしゃったんですね。いきなりね、そんなその横文字の名前をくっつけるとはね、何事であるかみたいなね、反発っていうのは我々の間にもあったんですね。皇太子殿下のお姿を描いた孤独の人は当時のベストセラーとなりました。やっぱり私が孤独の人を描いた動機というのは、皇太子さんはご承知のように、我々がもうお付き合い始めた頃からすでに、お一人で暮らしておられたと。で、周りにいるのはもう女性は全然いなくて、いわゆるトネリという、男の お付きの方ばかり。例えば時山の御所なんかに伺いましても、私どものうちだと非常に雑然とした、雰囲気があって、その雑然とした雰囲気がある種のアットホームな感じを持たせるわけですが、そういうものが全くない。そういうものに、私はあの年代で、かなりある種の同情を、持ったわけです。皇太子殿下にも夜の銀座へ脱出していくという青春時代の思い出が。確かあれはね、3年の3学期の末だったんですよ。殿下がね、ちょっとその外に出たいと言われるわけですな。それで目白の駅の方に向かって歩いてったわけですな。それで切符を買いましてね、来た電車に乗っかったわけです。それで銀座の大通りのところまで出て、銀ブラをおっぱい詰めたでしょ。コロンバーに入りましてね、お互いにお金いくらぐらい持ってるなんて。それで金をね、確かめてからね、あれはね、アップルパイかなんか注文したんですよ。ああ、そうですか。で、殿下は大変そのニコニコされてね、楽しそうで、あんな楽しいその顔をしたね、皇太子さんっていうのは今思い浮かべてもですね、あんまりなかったような感じがするぐらい楽しそうでした。皇太子殿下が晴れの立体日の礼を挙げられる11月10日この朝8時、皇太子橋を先頭に儀装馬車の列は東宮仮御所を出発。8時45分行列は二重橋を渡り、午前10時立体日の礼並びにご成年式が厳かに行われました。礼を唱え、一緒に冠を加えたのことに歓喜の至りなり。18歳で成人式を迎えられた皇太子様、その胸の底には新しい時代の皇室を目指す大きな決意が秘められていたことでしょう。それはまた私たち国民の願いでもありました。イギリスのエリザベス女王戴冠式に天皇陛下のご名代としてお出かけになった折にも、皇太子様は新しい皇室が果たすべき役割は何かとお心の中で考え続けたことでしょう。そしてその役割を果たすご伴侶として、皇太子様、あなた様はその理想通りの方と巡り合うことになったのです。一番初めその美智子様のお写真をご覧になりました時と、しかも初めてその民間から皇室にお入りになるということをお知りになりました時はどう。それはね、私のこのとこがその終戦後ね、持ちこたえにくいもんだから、貿易会館みたいにして使ってもらってたから、そこのメンバーに正田さんがいたからね、でお嬢さん連れて、来て、顔をなんか見せてくれたことあるわけね、それよりあの方だと。だからそれはあの方だってことは分かるわね。はい。
役の発表があったのが昭和33年の11月27日ですね。その年 の、 あの5月5日子供の日ですか、調布市の飛田牛というところに日本郵政のテニスコートがあるんです。そこへ皇太子さんがお友達集めてテニス会を開かれたんですね。その中に妃殿下がいらっしゃったと。でテニスも非常にうまくてね、その時妃殿下の組が途中で殿下の組と対戦しましてね、それも打ち破って、優勝して皇太子杯を手にされたんですよ。まあ、印象的だったのはそのちょうど子供の日端午の節句ですから、殿下はそのちまきや柏餅をどっさりこの持ってこられましてね、お友達に配られた。殿下はその土手に腰を下ろして休まれている時にそのちまきを手にして、それをそのいかにもこう愛おしそうに、じっとその見つめてらっしゃるんですね。この姿が僕には非常に印象的でした。あの頃美智子様は降るようにご縁談が終わりでしたね。当時お母様は学者か外交官に嫁がせたいとおっしゃったとか。東京京橋の葛西写真館に若き日の美智子様のお見合い写真がございました。先代の父が撮影しました。普通のお嬢さんとしてお見合い写真として撮影しましたんですが、後に妃殿下になられるということで非常にびっくりいたしましたです。で考え無理でございます。普通のお嬢さんであった美智子様、あなた様が少しでも皇室とご縁があったとすれば、それは在学された清新女子大が皇后様のご実家である国の宮家の跡地であったこと、何か不思議な巡り合わせを感じるのは私だけでしょうか。美智子様、あなた様は活動的な青春時代を過ごされましたね。清新では自治会長も務められ、昭和30年の成人の日には読売新聞社の作文コンクールに2位に入賞していらっしゃいます。私の20歳の願い、それは私たち年齢の人々が過去の生活から暗い未来を予想するのをやめ、未来に明るい夢を託して生きることです。
現在は過去から未来へと運命の道を流れていく過程の一つではなく、現在をいかに生きるかによってさまざまな明日が生まれてくることを信じようと思います。戦争と戦後の混乱を背景に過ごした私たちの生活は確かに恵まれたものではありませんでした。しかしそれはすでに過去のものであり、私たちの努力次第で明日は昨日に拘束されたものではなくなるはずです。成人の日を迎える今日、私はこう言いたいのです。蝕まれたリンゴは私たちの世界ではない。私たちがその中に住んでいたのは単にある一つの期間であったに過ぎないのだと。美智子様、あなた様は人に好かれる爽やかな少女時代を過ごしておられました。非常に厳しい義務に忠実にということをやかましく言っとった格好でございます。それに十分こう馴染みていけたようなご家庭だし、お人柄だったと思いますね。あまりこう出しゃばったりもしないし、さりとて引っ込み思案ではない、きちんとなさることはなさるといったような感じの方だと記憶しておりますけれども、クラスっていうのは非常にお芝居なんか好きなクラスでよくお芝居なんかしておりましたが、そういう時でも必ずしもその主役じゃなくって脇役とか、あるいは別の準備の仕事とか、そういうことをなさっておった方のように私は思っておりますけれども、美智子様がお選びになられたということを聞きましてびっくりいたしました。私秘伝家なんてことを想像したこともございませんでしたしね。ですけれども、ああなるほどなという感じは持ちましたね。あの時代にあれだけきちんと落ち着いてですね、何でもできる方っていうのはなかなか難しいことじゃないかと思いますが、そう立派に成し遂げられる方だなという印象を持ちましたけれども、あのね、クラスが一クラスでしょ、私たちだから、みんな、まあ、ニックネームで呼んでましたけれども、私はターコで、秘伝家はミッチで、私の誕生日がね11月なんですよね。あの方が10月で、それで私が投稿しましたらね、机の上にあれはこう綺麗なね、このぐらいのブーケをね黙っと置いといてくださるとかね、そういうものは一切お手製でした。とにかくスポーツはね本当に万能でいらっしゃいましたよね。バレーボールなんていうのもね、本当に東洋の魔女じゃないけども、すごい今の秘伝家からちょっと想像できないけれども、とってもこう激しいねプレーでした。ご家庭が皆さん外国語ご堪能でいらっしゃるので、ご両親がね、お子さん方がお聞きになったら困るようなことがあるでしょ。大人の話なんか英語で話してらっしゃる、だけど英語を皆さんがねお子さん方がお話になるようになったので、フランス語とかドイツ語とかでもう ご両親も3カ国語はおできになるんじゃないかと思います。正田家がずっとお住まいだったのが山手線の五反田の駅から歩いて7、8分で、人呼んでその池田山という名前で呼んでましたが、その当時で言えば焼け残った一角という非常に落ち着いた地域でございました。正田家はもう本当に道路一つ隔てて家がご一緒だったもんですから、再々お伺いをさせていただいて、大変に明るいご一家でましたよ。もう本当にいつも笑い声が聞こえておりましたしね、我々がその飛び込んでも特にお母様中心にもう大変温かく迎えていただきまして、我々のたまり場みたいでした。美智子秘伝家はですね、こうポチャポチャっと丸い感じの方でですね、それから行くたんびになんとなくこうピアノのが聞こえておりまして、東京の浅草から東武線で1時間、群馬県の館林には正田家のご本家があります。美智子様、あなた様は戦争中の疎開生活をここでお送りになられましたね。
私たち館林の南小学校で勤めておりましたので、妃殿下が疎開された時の担任になりました。割合に痩せ型の方でしょうか、うん、背は高かったし髪の毛が真っ黒で天然ウェーブで、ちょっとお人形さんみたいな感じのね、肌は綺麗ですしね。こちら の, 館林は大体上州の名物と同じように米米言葉が多かったんですけども、たまに子供同士で話してるの聞きますと米米って言ってますけど、一度私が教室で仕事してる時に周り皆さん寄ってくるもんですから、表で遊びなさいって言いましたら、他の人たちがイグベって言ったんですね。そうすると美智子さんは行きましょうって言ったんですけど、その後多分土地の子供と一緒の言葉が使いたかったんでしょうか、行きましょうべって言いながら表へ出ていかれた後ろ姿がとても印象的でしたですね。一度5年生の時衛生係だったんですけどね、一人耳の後ろにちょっと卵、白身の卵のついてる子供さんいたんですよ。その子がお腹が痛いって言いましたらね、もう抱きかかえるようにして衛生室へ連れて行きましてね、衛生の先生にね事情を話して、休み時間になってもついててずっと心配してくださってましたね。そういう点はちょっと他のお勉強のできる方で他の人はちょっとね、そういうことなかなかできない状態の頃でしたけどね。皇太子様とのご婚約発表のあと、美智子様、あなた様は13年ぶりにこの館林を訪れていらっしゃいますね。あの時あなた様は沸き立つミッチーブームの中でどのような思いを胸に秘めていらっしゃったのでしょうか。久しぶりにお会いできて、皆さんが喜んでね、握手したりも、とて殿下の方もとてもね懐かしがられて、本当にもう昔のお友達っていう感じで同級生の方たちね、お話してらっしゃいましたけど、お芋を食べた話とかね、裸足で足洗い場で 水の中に足を入れたら昼が泳いでいたんだそうです。そういう話とか全然もう昔のまんまでね、そうなんて言うんでしょうね、皇室行かれても多分ご立派にお果たしになれるんじゃないかしらと思いましたね、皇太子妃としてね、でもさすがにね皇太子様もお目が高いと思いましたね。お尋ねした時にね、清水さんにぜひ聞いてほしいことがございますとこう切り出されましてね、今度の出来事、非常に大きなことのように思えますけども、根本は普通の結婚とちっとも変わりはございませんが、そのお分かりいただけますかとおっしゃるんですね。皇太子殿下であるから結婚するんじゃなくて、一人の男性として結婚したいと、で、4月4日頃妃殿下からお手紙頂戴したんです。挙式を1週間後に控え、毎日の生活はいよいよ慌ただしく事を多くなってまいりました。今になって振り返ってみる発表以後の4ヶ月、恥ずかしいほどにたどたどしいものでしたが、やはり私にはあれが精一杯だったのだと思っております。たくさんのことにぶつかり、辛いことや苦しいことを通ってきた今、一番に感じていることは待つということの大切さ、そして難しさです。世間の期待、またそれにつられて自分で自分に課してしまう要求、そんな中から生まれてくる焦りと、とてつもないほどに深い劣等感に負けてしまわないように、何よりも早急に結果を期待する声に自分のペースを乱されることなく、地味に堅実に一歩一歩歩いていくことだと思います。一方に何か早くやらないかしらという期待を聞きながら、影の収容に励むには相当の自制心とずぶといくらいの忍耐力がいると思いますが、まだまだ何の能力も持たない私には、
ただ長い年月の後に皆様に良かったと思っていただけるようになるために、見えないところで日々の努力を重ねることが何よりも大切なことと思われるのです。このことと殻に閉じこもるということを一緒くたになさらないでくださいませね。内面的、外面的にぶつかるたくさんの問題、そのどれも解決のつくつかぬは別として、今までそれを避けたことだけはないと思っています。ごく最近、東宮様とこの4ヶ月間のことを振り返り、随分多くの問題にぶつかったというお話が出たとき、何の障害も感じずすらすらとこの世界に入ってこられる人だったら、こちらはきっとがっかりしたに違いないという意味のことを申されました。私は収容不足なので、悩むことを期待される立場はちょっとつらいななどと心の隅っこでいけないことを感じてしまったのですが、やはり何か報われたように嬉しく、悩みも意義あることとして素直に肯定しようという気持ちになりました。自分に誠実であることと安易でない道とがどうしても別々になり得ないものならば、それもまた仕方のないものではないでしょうか。ただあくまでも否定の悩みではなく、肯定の苦に巣立つものとして受け取っていこうと思っております。昭和34年4月10日、正田美智子さんは皇太子妃美智子殿下となられました。9000万国民喜びのうちに待ち望んでおりました昭和のご正義、鶴宮昭仁親王のご結婚の儀式は、今しわぶき一つない静けさのうちに、静かに、ただ静かに始まろうとしております。すがすがしい白の彩服姿の甘露寺商店長が、今すのこと呼ばれます回廊に姿を見せております。水泳の冠、王仁の御宝という古式豊かなご清掃の皇太子殿下のお出ましでございます。時は凛々しく晴れ晴れとした皇太子殿下、御宝の裾を持つ戸田侍従、そして壺切りの御剣を奉ずる浜尾侍従、山田東宮侍従長が続きます。おすべらかし十二人への正田美智子さんが今すごくこに姿を見せております。紫色も鮮やかな唐揚げ、長く引いたおすべらかし、目もあやな美智子さんの晴れ姿でございます。もう持つのは牧野女官長と雪井女官でございます。昨年11月のご婚約発表以来5ヶ月余り、今日この賢所の大前で皇祖の神霊に結婚を誓われ、皇太子妃殿下となられるのでございます。皇室独特の伝統に従いまして、総額の値は全くありません。ただ大内山を吹き過ぎる春風が吹き上げの老子の梢をそよがすうちに、喜びに沸きます皇太子殿下と正田美智子さんのご結婚式が始まりました。そして今甘露寺商店長は正田美智子さんのお杯にお神酒を注ぎます。日本の皇室史上初の平民皇太子妃となられた美智子殿下、お二人はこれから新しい日本のホープとして、また未来の日本の象徴として輝かしい人生の第一歩を踏み出すことになります。また昭和20年人権宣言によりまして、九重の雲の上から我々国民の心の中に降りられた天皇家が、今ここに人権宣言の本当の身を身のなせる瞬間が来たのです。これからお二人が新しい皇室の担い手としてだけではなく、新しい日本の担い手として私たち国民と共に進まれることを願ってやみません。
ご懇議の後、皇太子妃は初めて皇室の一員として天皇皇后両陛下に謁見を許されます。両陛下はご懇議にはお出にならず、この朝見の儀で初めて皇太子ご夫妻と晴れてご対面、固めの杯を交わされました。ただいま内庁玄関前に皇太子そして美智子両殿下がお出ましてございます。晴れやかなお顔の皇太子殿下、美智子妃殿下でございます。美智子妃殿下は今日午前4時ごろから結婚の儀式に臨まれると準備をされたということでございますが、お疲れの様子もなく両殿下とも大変晴れやかなお顔でございます。キャメラのフラッシュが一斉に流れております。皇太子殿下は燕尾服、美智子妃殿下はローブデコルテを出されております。先に乗られました皇太子殿下は優しく美智子さんのご面倒を見とりまして、お二方席に収まりました。いよいよこれから馬車の出発でございます。皇太子殿下は燕尾服、そして美智子妃殿下は白地に白金同士のローブデコルテを召されております。髪飾りがプラチナの台に真珠を散りばめたものでございます。まもなく馬車は出発されると思います。沿道には大勢の皆さんがお二方を祝福すべくすでに待ち構えております。馬車が出発いたしました。今朝、正田秀三郎氏、長女として参内されました美智子さん、今ここに滞りなくご結婚の儀式を得ら、昭仁親王妃美智子殿下として軍と共に二重橋を渡られるのです。初めて国民の祝福をお受けになるお二人は誠に晴れやかなお顔です。一斉に歓呼の声、旗旗そして旗の波であります皇居前広場、六頭立て四頭引きの二艘馬車、ただいま皇居前広場を祝福として進んでおります。日本の若さ美しさを代表するお二人のパレードが今出発いたしました。ただいま晴れのお二人のお姿を拝見いたします。私たちはお二人の本当に末永いお幸せを祈らずにはいられません。当時私は皇居の二重橋の近く内堀通りに面したところに高さ約8メートルのカメラ台を設置して600人の望遠伝で皇太子ご夫妻のお馬車を中心にフォローしていました。パレードは二重橋から内堀通りに差し掛かって間もなく、突如一人の暴漢が現れて小石を投げながら皇太子ご夫妻のお馬車に近づき召しかかってきました。私は大変驚き無我夢中でファインダーを覗いていました。一瞬の出来事で暴漢はすぐに取り押さえられ、パレードは何事もなかったかのごとく進んでいかれました。皇太子殿下が身をかがめながら美智子妃殿下をかばわれたのが大変印象的でした。
48機の馬車行列がただいま国会議事堂前を通過いたしまして三宅坂にかかるところでございます。皇太子様のかつての愛馬若桜に騎乗いたしました先行士がご先導申し上げて、お馬車はただいままっしぐらに三宅坂を登ってまいりました。爪の音が幸福の足音のように歩道に高く響いております。先行士の後、警視庁前衛騎馬隊14機の見事な行進でございます。それ風にたてがみ揺らぎまして、白松に騎乗した宮内庁松林機関交代式を工事しております。赤地に白の枠、菊の御紋章の交代式が風に変本として翻っています。若駒六頭立てのお馬車、皇太子様と美智子さんです。お二人は金城陛下の人間宣言を見事に実らせました。古い二人を超えまして日本のご皇室の歴史に新しい時代をお作りになりました。そして今国民の熱狂的な歓迎をお受けになっております。かつて美智子さんは大変な出来事ですが根本は普通の結婚と少しも変わりがありませんとこのようにおっしゃっておりますが、まあ、従来までですと皇族とのご結婚は皇族かまたは家族の嬢様がお決まりになるのは普通でございましたので、まあ、とっても世の中変わってしまったなというそんな感じを持ちました。皇族も家族も没落階級社用貴族などと言われまして、そういう世界はなくなりましたけど、たまたまそこで民間から妃殿下がお出になったということはそれを、決定的にしたような本当に、すっかり変わってしまったという感じです。小さい小学校の1年の時から、疎開生活を送ったり、いろいろとそのさまざまな、共通の、生活体験があったものですから、そういうことをいろいろ思い出しながらよかったなと思いました。あの頃のね妃殿下非常に綺麗でねふっくらされてて、これはもうこんな失礼な言い方ですけれども素晴らしい女性をね見つけることができて皇太子さんよかったなと思いました。それまでね非常に寂しい生活を送ってこられてたもんですから、ひとしおって感じがありましたですよ。
らびやかな今日のこの晴れの儀式のために金ボールのつきましたこの儀礼の服をつけました騎馬隊皇居を出ましてからちょうど50分お二人の馬車は人々の歓呼のうちに東宮仮御所に到着をいたしましたご婚約から5ヶ月その夜初めてお二方はご夫婦としてお二人だけでくつろぐことのできる第一夜をお迎えになられたのですか今から25年前美智子様あなた様は皇居のお堀を越えて皇族の一員となられました昔風に言えば雲の上の世界へでもあの頃私たちはなぜかそのようには受け取っていなかったのです当時皇太子様は私の結婚は両性の合意に基づく結婚ですこのことは国民によく知ってもらいたいと学友の方におっしゃられたそうですねあの頃私たちは皇室を本当に身近に感じましたけれども美智子様あなた様には私たちにはわからないご苦労もおありのようでしたな観光の中で迎えられた結婚ではあったけれども一つには学習院の時和会という女子学習院の出身者で固めている会があったり、いろいろするわけですけれども美智子妃が精神の卒業者であられるということからですねやはりそれだけでも反発しちゃう他の学校の人が学習院の伝統的な気風だとか手の置きどころだとか歩き方だとかそういうようなことはなかなかその身につけることはできないわけで何もかも耳障り目障り女性どもがうるさいわけですでそれがいじめる形になったと思うんですね妃殿下にとってみれば、自分で非常に努力してその中にこう適応しようとなさっているのを逆にあの人はなんかこう引っかきまして新しいものをその作ってやろうっていうような気持ちでいるんじゃないかっていうふうに見られるとそこですでに急ごうきたしてくるわけですね私の家族も親戚も全て学習院でそういう意味では学習院しか学校を知らないようなね中で育って妃殿下におなりになる方は当然学習院の方だと思ってたわけですよねだからそういう意味ではがっかりなさったりね失望なさった方があったことは確かだと思いますよねだけれどもおふくよかでね若々しくって本当にはつらつとしてらしてねそういう若さあふれるね新しい息吹が必要なんだと思うんですよねそう思う時にやっぱり全く異なったね世界にお育ちになった学習院でない方が妃殿下におなりになることは新しい何かが起こってくるんじゃないかそういうやっぱ期待がありましたね桜も散った4月末美智子様は妃殿下になられて初のお里帰りをなさいましたこの時は皇太子様も初めて正田家を訪問されたのです今日のご発表で大変ご順調なご経過をたどっていらっしゃると伺って心から喜び申し上げております最近妃殿下とお会いになったのはいつ頃でございますか先月の23日でございましたその時の妃殿下のご様子をよそながらお案じ申し上げておりましたけど大変お元気で主人なども
そのご様子をお見上げして大変喜び申し上げておりました。昭和35年2月23日浩宮鳴人親王殿下ご誕生。本当にご運が強い美智子様、最初のご出産で親王様をお産みになりました。本日午後4時15分親王ご誕生を迎え、私は国民の皆様と共に心からお祝い申し上げます。天皇皇后両陛下のお喜びもいかばかりかと拝察申し上げます。預かれる宝にも似てある時は、阿呆ながら快な恐れつつ抱く。まだ世のもの見ぬという目のぬれぬれと黒きに見られ、母は恥じろう。京都港区元若坂一丁目、私たちはここを東宮御所と呼んでいます。私たちは皇太子ご夫妻にお目にかかった時に、殿下が将来親子三人川の字になって寝ると、そういう生活をしたいとおっしゃってまして、これは皇太子さんご自身が3歳の時に両陛下のお手元から離れて別のところでお生活になるようになったと、それが大変味気ない思いをしたらしいんですね。で、同じようなことがその両陛下の場合にも言えるわけで、皇太子さんをお手元から離すときには大変残念に思いになってたと、わがままな癖をつけてはいけないという側近の意見があって、結局別々に生活をなさるようになったわけですけども、皇太子さんとお子様方が親子一緒にその生活ができるようになったと、やっぱりこれは時代の大きな流れの結果と、両陛下はむしろ羨ましがっていらっしゃるんじゃないかと思いますが。御様、皇室のご生活は一般の母親の生活とは違うことも多かったと存じます。赤ちゃんがお留守番、若いお母様美智子様は皇太子様と皇室外交、大切なお役目を本当によくお果たしになっていらっしゃいます。そんな中でなるちゃん憲法をお作りになったのですね。それは長期間浩宮様を手元から離された経験から、お世話してくださる方への育児ノート、その中には一日一回はしっかりと抱いてあげてくださいなどと書かれています。当時日本中の若い母親はなるちゃん憲法に心から拍手を送ったものでした。最初に私が宮様の、ご教育といいますか、ご養育を担当するということになった時に、両陛下が最初に私をお呼びになっておっしゃったことは、なるちゃんが人として恥ずかしくないようにと、人として人間として立派な人に育ててほしいということをおっしゃったんですけどね、これはもう将来のご地位というかお立場の厳しさということを両殿下はお考えになっての上だと思うんです。古式ゆかしい着子の儀、
お雛様のような広宮様のお召し物、同業服は両陛下からのお祝いと伺いました。若夏みし、かにそむわがて差し伸べぬ、空にあぎとい、あこはすこやか。近代オリンピアードを祝い、本日オリンピック東京大会の開会を宣言します。皇太子様は夜明けも待たず午前5時に病院に駆けつけられたと伺いました。私たちは愛らしい次男坊殿下をあーやちゃんとお呼びしたものです。母住めば病院も家と思うらしい。行ってまいりますとこら帰りゆく。ご結婚10年目にあたる昭和44年4月18日、のりのみやさやこ内親王様がお生まれになりました。女の赤ちゃんのご誕生で、華やいだ雰囲気に包まれたご様子です。こんにちは。こんにちは。桜の1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。天皇皇后両陛下のご名代としていらしたお二方、そのお心の内にはこのような過ちを再び繰り返すまいとの固いご決意が秘められていると伺っております。やはり中にはちょっと自分の身内のものを失った人たちは割り切れない感情を持っている人もおるわけでございますよね。いろいろ新聞でもそれからなんていうんですかね、過激派と申しますかしら、そういう方たちが反対しておりましたもんですからね、少し心配いたしましてね、無事に住めばいいと思っていたんでございます。ですから向こうで火炎瓶投げられた時にはもうこれは本当にもう何が何やら分からなくてもおしまいじゃないかしらというふうなですね感じを持ったわけでございますよね。そしてその瞬間はやっぱしあれですね、皇太子様は
秘殿下カバーをなさったみたいでした。それから秘殿下がですね、大丈夫ですかとお声かけてくださったんですよね。肩に手をかけてありがとうございますと申し上げてたんでございます。流暢と折り紙付きの英語、ご勉強を続けられるフランス語、美智子さまは皇室外交のお役目をよく果たされていらっしゃいます。外国からいろいろな国賓の方々が日本においでになりますと、美智子妃は必ずお待ち受けの花と申します、歓迎の意味でのお花をご自分でお選びになって、その国賓の方の宿舎にお届けさせになっておいでになります。それが初めて日本の土地にやってこられた国賓の方々に大変なお喜びをもたらしていらっしゃると伺いました。それからそのお花だけでなくて、東宮御所でお食事の会を遊ばしますときには、そのメニューももちろん秘伝家が細かくお選びになりまして、そしてそれを和紙に筆でフランス語でしかもお一人お一人に丁寧にお書きになっていらっしゃる。そうだな、やはりそういうことが外国人を非常に喜ばせることでございますし、理解を持っていらしてくださったということで、これは皇室外交として大きなご功績ではないかと存じ上げております。振り返ってみれば、3人のお子様方の成長も早いものでした。思えば公人であると同時に一人の人間としての生活、家庭という単位をまず大切にしたい、そういうご夫妻の夢を美智子さま、皇太子さまと一緒に見事に実現なさったのですね。皇太子さんが一番その気にかけたということは、自分が何を言われてもそれは構わないんだけれども、美智子のことがとかく誤解されやすかった。その誤解されたということについて気を配られましてね、そのことについてマスコミも相当責任があるだろうし、自分の意に沿まないような受け取り方をいろいろされるということもあった。それからいわゆるその皇室をめぐる社会の中、その社会の中で皇太子妃が民間の出身であられるということについての反発というのはかなり初期の間に集中的に出たと、やはりそういうような心配が取り沙汰されたことは確かだと思います。ちょうどこの学校には1万人の女性がいるわけですけれども、お付きになって、そして学園プラザっていうのがあるんですけども、そこをご案内して通るときに、その廊下に学生が全部整列して立ち、本当に心から皆さんが歓迎申し上げたいというふうな雰囲気が本当に溢れていたし、秘伝家がそのプラザから学生たちに手を振られると、本当に一つのどよめきみたいな感動がこう溢れたという印象になるのを大変強く覚えております。
天皇皇后両陛下には加冠の儀にご臨席をいただき心からお礼を申し上げます。天皇皇后両陛下、皇太子ご夫妻、そして浩宮様、皇室三世代お揃いになって誠におめでたいことでございます。この日をお迎えになった美智子様のお気持ちはひとしおのことと存じます。美智子様、今私たちの間では浩宮様のお妃様のことがよく話題に上ります。適齢期のご子息を持つお母様としてさまざまな思いが浮かんでいらっしゃるのではないでしょうか。結婚が決まられた直後にですね、雲の上の方になっては嫌よというようなことをお友達の方に言われた時にですね、以前かは私は太ってるから雲の上乗っても凝ってしまうわっていうことをなんか冗談でおっしゃったそうなんですけども、その割にはこのご結婚されてからの25年というのは何かどんどんある意味では以前から遠くなってしまったような感じも少しするんですけどね。一緒に見できるかな。象ここにこう立ってみたらダメ。象入っていく。じゃあ一緒に入ってください、はい、誰かに撮ってもらいましょう。じゃあお願いします。お願い。これ入りますか。象、はい、入ります。眩しい。象がいないと。象がいない。Make sure you have the elephant inside as well.皇室外交の合間にちらりとお見せになる人間性あふれるお姿はとても微笑ましいものでした。58年7月、両殿下は再び沖縄にいらっしゃいました。皇太子様は石を投げられても私は行くとおっしゃったそうですね。そのお言葉の中にはお二方の固い決意が感じられました。ダーン
という音がして、もう真っ白な煙がもうコンコンコンコーッと、もう自分のこう何ですか、周囲いっぱいにも充満してしまってですね、もう苦しくて、もう首をですねグッ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 とこう真綿で締められるように、ギューッグッグッグ苦しくて息ができないわけですね。で水はどこ水はどこと言ってましたらですね、そばで兵隊か誰かが小便してほしげって言ったもんですからね、自分で小便をしてこれをバッとこう防いで、そしてこれをしてずっとこうして、あの地面にですねバッともう伏せて、もう地面からも体をこうして殺しして、やっていたわけです。ですから、あの愛することに抵抗があったわけですよね。で、あれだけの学友が天皇のためにということでこう死んでいるし、けれどもお会いしましたのは非常に気持ちの優しいお方のようでですね、両殿下とも大きくは表現できないにしてもですね、心の中では、まあ、私たちの考える以上に考えていらっしゃるかもしれないなと思いましてね。で、その両殿下の、今のお気持ちをですね、ずっとこう持ち続けていただいて、強い気持ちでもって平和の心を持っていただけたらというように念願するわけです。かく濡れし遺族らと祈る、さらにさらにひた濡れて君ら行きたまいしか。かく濡れし遺族らと祈る、さらにさらにひた濡れて君ら行きたまいしか。その水野の濃い25年だったということで、心からまあお祝い申し上げるとともに、やはり今後ぜひまあご健康にご留意いただいて、ますますお元気でご活躍いただければと、まあ、そう思っております。美智子様、銀婚式おめでとうございます。私たちの青春の一場面でもあったあの華やかなパレードからもういつの間にか25年間が過ぎたのですね。お父様、お母様、美智子はお受けすることに決めました。そうおっしゃった妃殿下はご自分でも抑えられないほどに震えていらしたそうですね。
大使様、銀婚式おめでとうございます。私たちから美智子様にお祝いのメッセージを捧げます。東京と大阪の女性600人に美智子様のイメージ調査を行いました。ほぼ 100% の方が美智子様に温かい声援を送っております。美智子様、どうぞ皇太子様と末永くお幸せに。